遅すぎん？なんかさ、私一回だけマスカオ様に会ったことがあるんですよ。前回マスターだった人とかにびっくりしたわ。レースだったんだけど、表示がさ、マスターのマークでポイント数が書かれてたんだけど、しかも開幕じゃなかったんで、それがなおさらびっくりしたよね。こんなことあるんだと思って。いるのか。でも私またこっち行くよ。お前ら変なとこ行ったら私負けちゃうからね。チャンピオン脱落。起こしに来ると思うんだけど、65しかネットできない。ごめんね、使わせてね。ショットガンボルトを発見。
シットガン誰も使ってなかったね。ボルトは連射速度を上げてくれる。新しいリーダーが発生しました。援護お願い。クラフト中よ。体力を回復する。今日に回復でシットガンボルト紫使うやついないだろうな。作るやつばっかで。漁ってあるわ。うん、でもこっち側から今のは忘れて、グラップルを使用。どうせリンクこっち側でしょ。あら、みんなでライト使ってるね。それならエネルギー使うんだけど。グラップルを使用。一人すっげえ遠いところいんな。そっち行くのね。オッケー。なんか効率重視で動くのやめようと思ったわ。ちょっと拡張エネルギーマガジンを見つけた。レベル3だ。僕のだ。別にいいんだよね。救急じゃなくても。でも救急の方が好きなんだよな。ずっとこの構成だったからさ。レベル2だ。慣れちゃうよ。まあいいんだけどさ、特に支障ないと思うんだけどな。使っててもこっちに開封済みのサプライボックス。いや誰も支障持ってないんだ。あっちに標的がいい。あっちを調べようぜ。ラジャいるやん。なんでお前が。見た味方バカだね。それは痛みを感じるのも。に戻してあげましょう。飛ぶ処理はいい。僕はオーケーだ。攻撃を
いや、お前そっち行っちゃったら。もう無理だろ、私戻れねえよ。残り45秒、リングは遠くない。これ捨てて、シールドリチャージ進行中。リングは遠くない、残り30秒。どっちであいつを起こす気でいるんだろう。シールドリチャージ進行中。起こしてたわ。チャンピオンが撃破されました。チャンピオン脱落。リング閉鎖まであと10秒。よう、間一発で復活したぜ、アミーゴ。どこに行け。 500% 俺に任せてくれ。マップを見て、リングが縮んでる。敵を確認。まだいるよ。ケアパッケージが来る。投下地点に向かう。スコープを発見。中距離用だ。進化シールドを発見したよ。かっこいい。レベル2だ。俺に取っといてくれ。敵を発見。あそこね、今ちょうど。遠いわ。あ、いいし、いいし、ジュー君です。レプリケート回復中。援護お願い。そして応急処置を行うが、どっちから行く？アクサ！何？敵いんの？レース開始！残り1分、リングは近い。マジ、そろそろ行かんといけないやつ。え？バナーを手に入れた。ビーコンへ向かおう。なんでクラッシュしたの？リングはすぐそこ。残り45秒。遠くない、残り30秒。これじゃ足りない。もう高専のとこだけだもんね。リングまであと少し、残り10秒。スコープを発見。中距離用だ。ケアパッケージだ。いいね。
とは僕がみんなを助ける。これは伝える。フラッググレネードを発見。これじゃ足りねえ。まだまだ上げるぞ。カー SMG を発見。撃たれてる。シールドをリチャージ中。こうやって開くとかいうボタンを押したりとか。シールドをリチャージ中。グラップルを使うよ。ありがとう。シールドリチャージ中。残り1分。リングは遠くない。どこ撃ったの？これ私たち正面いない？そしたら残り時間は30秒だけ。リングは近いぞ。あっちに敵だ。そこに今敵。ジップライン射出完了。残り10秒。リングはすぐそこよ。撃たれてる。
あと2つだけ。よかった、リングは近い。あと30秒ある。ダウンしちゃった。私たちだけ腹をくくって。残り10秒、リングはすぐそこよ。狭まってきた。難戦になる。こちらで勝ちをつかみ取るわよ。私に向けられた注目を無駄にはしませんよ。今回のチャンピオンを紹介します。感じますか？美の熱が私たちに呼びかけています。あっちへ移動中です。ご注意を。私たちが着地しました。敵を確認した。ダウンしちゃった。
暴言入る。あなたからドラムを教えてもらうまで、あなたには生きていてもらいます。十分。進化シールドだよ。だよ。普通に撃て。大したことではないですよ。P-2 でどうやって戦えるの？敵を確認。近くにいる。もちろんです。攻撃を受けています。スモーク放出。攻撃中です。シールドをリチャージ中です。いいね。まあいい武器はゲットしたよ。でもさ、ここスーパー降りてた気するんだけど、私だけ？すごい！全員リングの中だ。見て、100にもダメージ出して。4連バーストだから5発は撃てんの。いなくなった気しない？心拍は聞こえないですよ。そしゃばそれやってくるねえと。アルティメット促進剤を発見。ケアパッケージ輸送中。シールドをリチャージ中です。ケアパッケージが来る。投下地点に向かう。助かる。どういたしまして。報告。新しいキルリーダーが生まれました。新しいキルリーダーですが、ここを通ったのは私たちが最初ではないようです。了解。ちなみにこっち側でも聞こえるよ。こいつらあれかな、デュオでやってんな。攻撃中です。私いないからね。撃たれています。移動する。見つかった。あ、シールドをリチャージしています。こっちの方がまだ使える。撃たれてる。待って、使えるって言い方あったのか知らんけど。Bが呼んでいます。何なんだよ。やっぱ危なかった。あのカスケード上いたわ。普通に進化シールドを発見。レベル2です。警戒よ。向こうに敵がいる。 OK です。でもあれ向こう側でも落としたんだよ。敵を発見しました。まだ距離はあります。ほら、誕生日プレゼントよ。ヘビ進化シールドを発見。レベル3です。鼓動は全く聞こえないですね。ちょっとあっちでアイテムを探してきますよ。アイテム探すために、そう、私はあれだ。マジなんでライフラインだよ。マジで
視野普通にサバガじゃね。バレルスタビライザーを発見。レベル3だ。ああ、それ重厚の上昇を軽減する。感謝しますよ。そんな気しかしないんだけど。暇どきサポーマーいないか。報告。新しいキルリーダーいるところもあるよな。新しいキルリーダーよ。背後に気をつけて。こっちのスコープを発見。近距離用です。これは使える。フェニックスキットを発見。追加のアイテムを発見。ラウンド2、リングのカウントダウンが始動。我々はリングの外にいます。成功を収めるには何かないといけません。新しいキルリーダー、報告。トラを描き、レプリケーターを輸送中です。覚えといて。シャンプー脱落。レプリケーターが来るよ。ありがとう。大したことではないですよ。これだな、多いの。ポップアップを発見。ハンマーポイントです。スコープを発見。近距離用だ。拡張ヘビーマガジン。ポップアップを発見。アーボチャージャーですね。これはこんなにいらないな。誕生日プレゼント取りに来な。残りの部隊は半分だけ。バレルスタビライザーを発見。レベル3よ。ここに敵がいる。ラジャー、こっちに強敵発見。近くにいる。強敵は発見。残り1分。リングは近い。これは失敗。こっちがいる、こっちがいる、こっちがいる、こっちがいる。もちろんです。敵のシールドを粉々にしてあげましたよ。シールド。見られてるわ。ベールをあげます。敵、あそこにいます。シールドをリチャー。
鉄板だろこれ。え？投下されたわ。これ3か。やけに減るなと思った。精神を統一しています。ないよないよ、私もないよ。えぐいだろ。少し止まる。応急処置を行うわ。カプリクジよ。ちょっと待って。ビが呼んでいます。了解。敵を発見。いや、あっちにいる。了解。攻撃中。アルティメット準備完了よ。残り1分。リングは近い。あっちです。向こうにスモーク。同胞である芸術家に。挨拶してきな。脱出する。
私のハートを切る。フラグを投げた。シールドをリチャージしています。急いだ方がいいでしょう。変えたのね。ほんまか？わからん。だったら、ああね、聞いて。なんでこの話しねえだと思うぐらい重大なことが起きて。私基本的に昼ご飯を家で食べるときって自分の部屋で食べるの。で。お盆持って行くのよ。それで夜になってそのお盆を持って下に行くので、今日下にこうね、お盆を持って鍋とお椀とヨーグルト入れてるグラスがあって、その3つを持って下に行った。 あとコップも入ってたわ。コップ持ってで、このお盆持ちながらこう下に行ってたので、そ、階段のところでさ、こう本持ってるからさ、最後何段あるか分かんなくて、こう一段ね知らなかったっぽくで滑ってしまい、階段のね、あともうマジもうちょっと多分あと2段あったんだけど、そこでこう最後の段だと思って踏んじゃって、で普通に滑ったのよ。持ってたをあのお盆を離さずそのままこけたわけですよ私。え、それのおかげであのガラガラガッシャンやって、あの怪我しました。あのその4つある中の1つのそのヨーグルト入れてたグラスが割れちゃって、で破片がすごい飛び散ったんだけど、その時私長ズボン履いてたので、長ズボン穴開いてるなと思ったの。ちょっとこう穴っていうかこう切れ目で穴開いてたので、穴開いてるなって、まあそれでこうちょっとズボン脱いでみたらさ、なんか2箇所ガラスで切ってて、でその穴開いてる方のなんていうの、近くにあった傷はまあ、ピッてなんか擦った感じ、ガラスでそんな感じの傷だったんだけど、そのガラス、その穴開いてたズボンのちょい上らへんに傷ができてたんだけど、そっちはなんかこう切ったっていうより、なんだろう、結構ざっくりいっちゃっ
ってて、いや全然そんな深くはないんだけど、なんかガラスで切ったというより なんだろうね、なんかちょっとまあまあまあ怪我しちゃって、でも そっちの痛みより私お盆持ってたせいで着地するとき肘で行ったの。普通みんなさ、多分運動神経いい人って手首で行く、手首っていうか手で行くんだろうけど、後盆離して、でも私さ、ほら運動神経ひどいからさ、そのまま手首で、手首じゃない肘で行って、肘が痛くてさ、もう全然足の痛みがなくて最初、今もないんだけど、多分なんかこの痛みってアドレナリンで今和らいでんだろうなとか思いながらあれでしたね。だから最初だから足、多分これアドレナリン切れたら痛いなとか思ってたけど全然痛くなくて、肘の方が痛かったまあ足の方にちょっとあざができちゃって、まあ、そのぶつけの方と、あ、ごめんなさい、ではまあちょいあざできたかなって感じ。バカだよね、だ見えないんだって、こう持ってた時に下がどうしてもさ、こう思っちゃうとダメだよ。あれ誰が得すんの、あんなさあ。あーそこに降りるのね。スコープをちゃんと磨いておかないと。高地に降りる人ってあんまりいないと思う。近くで見ると小さいんだね。でも見たかったと思う。近くで見ると小さいんだね。スコープをちゃんと磨いておかないと。嫌な出だしは悪い結末を招く。あんた近くで見ると小さいんだね。このバンテージトランパーと絶対私のチームだわ。なんかさ、このアサルトのせいでさ、敵かと思っちゃうわ。マップ上にいるの。ファーストキル。敵いなくてあげる。私たちじゃなくてよかった。あ、ごめん。もういっか。こっちが調べる、そしたら。でもさ、みんな多分転ぶときって本当に神経いい人はさ、ちゃんとっていうかちゃんとした転び方するんだろうけど、でもさ、今回さ、私運動神経悪かったおかげでさあの、なんて言えばいいの、やべえ、ゲットしちゃった。バックパックを発見、レベル1だよ。まあ運動神経悪かったおかげで、あのさ、そんなガシャーンっていう感じのあれじゃなかったから良かったなって、ちょっとっ手首から言ってたと思うのよ、多分運動神経いい人って。でも今回はさ、私は運動神経が悪かったがためにそうはならなかったわけで、こっちに進化シールドがあるよ。だからあれに助かったっていうのおかげで、レベル2だ。どうしようか、ヘビー使っちゃダメかな。ボルト FMD を発見。ちょっとごめんなさい、弾は要求しないんで使わせて。敵の匂いを感知した、マップに印つけといたよ。リングが移動してる。じゃあ次のリングを確認したよ。あっちへ行ってみよう。勘だけどね、間違ってたら私を殺してもいいよ。こっちに追加のアイテムよ。どういたしまして。特にあげるものなかった。ちょっと待ってよ、クラフト中だ。75。ほらみんな行けよ。もういっか、75ゲットできたから。援護お願い、どこにあげるの。あ、まあ、ケアパッケージが降りてくる。今日はいい天気だな。キルムーブすればいけるっしょ。スナイパーの拡張マガジンを見つけたよ。
スタもなくなったら私別に普通に救急だけ。ごめんごめん。これはもうごめん。両方持っちゃう。すまんね。あ、いい。なんかね、スナイパーストック見た気するよ。どこ？ワンちゃんでも撃ちます？そしたら出てくるんじゃないですか。スナイパーストックを発見。レベル1だよ。敵を発見。いや、ワンちゃん出てきちゃうんだって。ゾーン配りゲルドを構築。獲物がいるよ。コースを調整して。遠いからね。仕方なかった。撃つしかなかった。犬が追っかけてて。助けないからね、君。エコーのとこに行けたフライボックス。フィールドをリチャージしてるよ。これさ、よく私にピン刺してくれるけどさ、君、順番とものがあるから。こっちに追加のアイテムよ。あ、いいたしまして。ちょっと、あ、いいの。歌が下手で本当にすみませんね。ああ、ちょっとあれだな。 あった、大丈夫。え、なんでこっち側だけ開いてないの。ありがとね。ストックを発見。あ、標準を安定させる。ラウンド2、リングのカウントダウンが始動。助かる。報告、レプリケーターを輸送中です。レプリケーター投下。正直言ってメイン武器どっちって言われた。私救急の方がメイン武器って言っちゃう。おい、あっちにリングコンソールがある。読みたいのこれ。駒線の中だぞ。わざと言わなくてもよくねえか。 OK だよ。
く注意。よし、次のリングを確認したよ。マップをチェックしてみな。今の足音何？リングは近い。閉鎖まで残り1分。聞こえたよね。新しいキルリーダーが確定しました。新しいキルリーダーよ。見かけたら伝えて。残り45秒。リングは遠くない。カー SMG を発見。リングは近いよ。あと30秒。靴の紐はちゃんと結んでおいてね。こけたら死ぬよ。いいよ。こっちの方がいいんじゃないか。何がしたいのかちょっとよくわかんないな。あと10秒。リングは近い。大丈夫。カッテドの方からリング入りたいってこと。報告、新しいキルリーダーが生まれました。新しいキルリーダーよ。見かけたら伝えて。始まった。リングが動いてる。これから行った方が良かったと思うけどな。こっちから行くより。報告、ケアパッケージを輸送中です。よし、ケアパッケージをいただくよ。なんかさ、こうやってリングに慎重に入ろうとするけどさ、全然意味ないと思うんだよね。どうせ敵とぶつかるんだからやっちゃえばいいのに。残る舞台はあと半分。こんなことやるの私ご飯食べてる時くらいだよ。イモりたいからイモるっていうか、まあ普通に、ご飯ゆっくり食べたいときくらいしかこんなムーブはせん。来る。私上のジップライン見た方がいいと思う。ね、どうせこうやって見ることなんだからさ。なんでこいつこんなリング見てんの。いや、同じプラチナとは思えないくらいの身長差、こいつ。見て、ダメージまで食らってリング。そうやって、プラ1に上がったんだろうけどさ。さ、こういうやつ初めて見た。待って待って待って、回復する。私もある時しか見ないもん、こういうキャラ使ってる。チャンピオン脱落。向こうに標的。死体の搬送係は多いそうですね。群れは全員生きてる。今のところは。どこだ。こっちに追加のアイテム発見。武装して。もう全然使わん。スコープを発見。中距離用だ。標準ストックを発見。レベル3だよ。うん、それは使えそうだね。くそ。もういい。残り1分だけど、リングはすぐそこ。カタツムリでも間に合う距離だよ。拡張ヘビーマガジンがいる。普通にだとそれヘビーマガジンじゃなくてもいいんでしょ。リングはすぐそこ。残り45秒。こんなことしてっから入りねえじゃねえかよ。ということよりリング入ろう。
ちゃん。してんのこいつら。リング入れよ普通に。うめえな。ほら、そうなる。だってリング入ってないって意味わかんないもん。リング読む意味が。リング読むなら普通に入れよリング。悲鳴は意味わからん。こいつのムーブの仕方が意味わからん。マジで嫌だもん、やだもん。敵を発見、すぐ近く、私の目の前にいる。音量を全部小さくし、まあ30分前になっただから、お友達とやるために、あれしなければ。死んじゃう。ピン刺してくれる？そこに普通盾を置くと思うんだけど。攻撃を受けてる。待って、シールドをリチャージする。残り30秒、リングは近い。遠くに敵がいる。ほら、攻撃を受けてる。
リチャージ中。シールドをリチャージ中。ここにいる。